はい、皆さんこんにちは。ラクタップエンタメのドボです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関すること毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しておりますということで、本日のテーマもタップダンスでいきたいと思います。皆さん方のタップダンスライフに少しでも役に立てればと思っております。動画の進行は概要欄の方に書いております。そしてですね、もしこの動画が良ければチャンネル登録評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。ということで、毎日少しずつコツコツと10秒ショートコンビネーションチャレンジ、今日も楽しんでいきましょう。よーい、スタート。はい、それでは今日のステップいってみたいと思います。5、6、せーの。はい、それではステップの解説いきたいと思います。私、左足のスタンプからいきたいと思います。今日はずっと3連続きます。12個の音で1つのルーティン作ってますので、そこを楽しんでいただければと思います。それでは最後リズム抜きでやることだけいきます。せーの。スタンプ、スカッフル、ヒール、シャッフル、フラッ、ヒール、ヒール、ボール、ボールとなります。いきました。せーの。タリラリラララ、ラリラララとなります。でリズムが全部3連です。タタタピタタ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 。せーの。タララリラララララ、リラララとなります。そしたら次は同じこと右足からです。ただ右足はヒール踏む感じからで大事。さっき左足はスタンプから始めましたけども、右足はヒール踏む感じ、ここからでいいと思います。ではやることいきましょうね。もう左右対称です。タララ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 ラ。よした。せーの。タララ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 となります。はい、そしたら次いきます。今右足のボールで終わってますので、左足のヒールからタタタタタ。そしたら右も一緒です。タタタタタ。すいません、ちょっとリズム込みでいっちゃってます。せーの。タラララタタラララタというリズムになります。タタタタタティタタタタとなります。そしたらラスト、今左足のかかと上がってますのでターンステップです。タラララララララ、引いて、せーの。タラララララとなります。今日やること覚えること、これで以上になります。ちょっとね、全部今ぶつ切りにしていったので、ちょっと最初の方忘れられたと思いますので、一回最初の右左左右対称のステップだけいきます。せーの。タララ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 ラタララ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 ラとなります。そしたら次がタラララタティラララタタンステップとなります。そしたら一回頭からね、ちゃんと続けるとどうなるかやってみましょう。5、6、せーの。タララ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 ラタララ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 ラタラララタティラララタティララ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 ラとなります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。しっかりね、3連タタ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 タ刻んでいきましょう。はい、それではちょっと早く練習いきます。タカタタタタカタタぐらいでいきます。5、6、せーの。
ります。はい、せーの。はい、せーの。はい、せーの。となります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは曲でいってみましょう。はい、曲でいってみたいと思います。はい、せーせーの。はい、それでは曲でいってみたいと思います。はい、せーせーの。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、今日のコンビネーション何度もチャレンジして楽しんでいっていただければと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Let's be next movie。 バイバーイ。それでは本日のおまけのコーナーまで見ていただいて誠にありがとうございます。今回のコンビネーションのワンポイントコツいきたいと思います。まあ、今回ねコツというよりかはステップを覚えてもらえればなと思って投稿してます。まあ3連音なんですけども12サウンドですかね。まあそれで一つのステップ作ってます。ここですね。タララ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 ラですね。1 2 3 4 5 6 2 2 3 4 5 6、タタ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 タ、これが一塊、タタ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 タが一塊になります。ここね、給油するところは、だいたいこう、タララリララララってなんかで、ね、いつもだとこうステップを置く感じなんですけども、ここ、タラララシャフフラにしてますので、そこでちょっと気をつけてもらえればと思います。なんとなくいつもの感覚でいくと、タタ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 。まあ、こう入りたくなると思うんですけど、そうではなくて、タララ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 。ここですね。タララ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 。シャッフルの後、フラップが入るってところをね、しっかり注意していけば大丈夫なんじゃないかなと思います。ということで、本日も長い間ご視聴ありがとうございました。バイバイ。